岐阜バス八幡営業所株式会社岐阜バスコミュニティ八幡は、かつて、岐阜県郡上市に本社を置いていた路線バス事業者、岐阜の利上自動車の子会社であった。一般路線バス、高速バスの全路線で、IC カード乗車券赤が利用できた。名鉄バスセンター高速群場、南郡上高校前から、郡上八幡城下町プラザ郡上総合庁舎前引く、八幡営業所。 名鉄バスセンター高速か上ヶ原、高速関郡上八幡城下町プラザ、高速昼ガの引く桜の号、小川白川号、鳩ヶ谷岐阜バスからの受託運行だった。詳細は当該校を参照。2012年9月限りでの運行撤退に伴い、明宝線とら線は、郡上市の事業者、八枚観光バスに、八幡白鳥線は、白鳥交通にそれぞれ引き継がれて、 運行を継続している。これに伴い、寄付バスコミュニティ八幡に所属していた車両の一部が、8枚観光バスに転籍している。八幡駅郡長市民病院八幡営業所、城下町プラザ九条高校前から、宮山原病院片杉素師の上八幡駅、郡城市民病院八幡営業所城下町プラザ、九条高校前引く、中央京、旗田助く、 郡上名産郡上白鳥八万営業所、郡上高校八幡駅前昇川は八万線、八幡駅郡上高校前引く城下町プラザ、八万営業所、郡上白鳥北濃高須商工会館昼間の高原、巻と社庫桜の号、昇川は、ありがとうございます。